みなさん、こんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカー2やっていきましょう。まずはこちら、そのまま行ったらゴールができないスピードラン、やっていきましょう。うわー、まずい、中級者用じゃ。あ、ちなみにピードは、あー、どこまで間に合わなかったって思った人が使うドアです。ということで、レディーゴー。はい、くるん、ポンポン、ジャブー。普通にまずはダッシュダッシュダッシュジャンプ。あれがピードアだね。はい。え、間に合わない人なんだが、全然間に合わない人なんだが、ただ私はいいことを思いつきました。そうです、ここからジャンプ。どうだ、参ったか、どうだ、参ったか、どやどや。ね、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 残り40秒。はい。しゃがもう。キック。はい。はい。絵と一緒になっててよくわかんなかった。はい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 。ちょっと時間をロスってしまいましたが。え？そのまま、え？ゴールできるやないかい。ゴールできるやないかい問題。これはちょっと裁判だな。裁判沙汰やな。ちょっとあっちから行ってみますか。P に入ってみますか、 P ドアに。 P ドアに入るとこんな感じ。はい、入ります。おお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 お、何でしょう、何が起こるんでしょう。おい、ここに出る。正規ルートどこなんだろう。正規ルートがこのバネの上で待つっていうことなんじゃない。でもそれしか考えられないような。あ、このさ、 P を踏まないでビヤーンっていくのは、ビヤーン、あー、いけた。おー、はい、ちょ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 ってことは P を踏まずしてビヤーン。ちょ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 、オケマルピーポー、オケマルピーポー入ります。へえ、これが正規かな。正規かどうかちょっとわかりませんが、こんな感じもできました。ふむ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 、しゃ、それふむりんちょ。ちょ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 、早かったよ絶対。やったー。これなんだ、これ、とりあえず下から爆弾が来るから飛び跳ねていちょ。ゆかりさんへ的な感じ。ゆかりさんからのコース、下から爆弾が来るから避けてちょ。はぁ、はぁ、爆弾じゃない、バネか。さあ、ブーブーバネじゃん、決まるんでしょうか。ブー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 、はい、ブーブー、はい、ブーブー、はい、ブー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 、やっべ、ダメ、ブー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 、よっしゃー、できたー。まだある、まだある、まだある。よし、そのままのペースでブー。よし、ギャー、きた、できた。うわ、え、バネ持ったまま、あー、オッケー、ラストか。あー、最後決めるぞ、最後は投げないように。なんで投げんのねえ。ヒステリックになってしまった、ヒステリックになってしまった、失礼しました。よー、きたー。え、あ、あ、びっくりした、びっくりした。私ちょっとラスト1回がちょっと余計すぎてびっくりしてたわ。はい、とりあえずゆかりさん頑張ってください、やってみてください。いいね。はい、続いては、壁迫る恐怖。君が、君のこと、私じゃなくて、私見る側、
今回は見る側に徹します。違う違う違う、やる側。今回はやる側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 。あれはお手本だったのか、お前もこうなりたくなければ頑張る的な、そうみたいな感じだね。キャー、よし、次はこうなるよ的な。ひー、お手本が残虐。上から上からね、上から迫りくる。え、あ、違う、ちょっとさっきとお手本が違うじゃないかい。こういう風にやってくれよ、ブンブン。まあブンブン、こういう感じじゃなかった。え、うん、何、壁は行ってしまいました。赤い壁が、あ、上下運動ですね。はい、上下とかじゃなくなっちゃってる。ダッシュ、わかりました。じゃあダッシュします。ダッシュダッシュダッシュ、違う違う違う、降りる降りる降りる、こっちでダッシュ。あ、オッケーオッケー、反復横跳び的なね、反復横跳び系。次はむむむ、よし、ファイヤーマリオ、今度こそぶっ倒してやる。あらー、この中で対決的な、なんか元祖的な、がちょっと元祖とはまた、はっ、元祖的な壁がせだんだん狭まりつつ、元祖的な、うわ簡単でした。まだあります、まだ迫ります、入ります。次はお前はこうなる的な、どうなるの、ええ、おお、びっくりした。じゃあいいですか、ゴールデス的な、何もないゴールです。最後何もないんかーい。最後なんかすごいのが訪れるかと思ったけど、そうでもなかった。続いては改造シェルターケーブ、地下のシェルター、地下シェルターへ避難しろ。的な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 、こ投げる的な、え、違う、ちょっと違うね、ちょっと違うな、トントンってなるんだろうね。地下シェルター、はい、おお、もうこの死んだ時の地下地下シェルターペコン、絶対死んだら地下シェルターって言うわ。はっ、よっ、おしょ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 、マジで来てる、あ、やばい、これ失敗。地下シェルターペロン、まあ面白いのは多分私と多分見てる人の数人でしょうね、笑ってるのはね。そう、私のね、友達のね、子供がね、5歳になるんだけどね、マリオメーカーを買ってあげるって言ってて、ほっ、地下シェルター、5歳でマリオメーカーって早くない？ B ダッシュはできないけど、走ったりするのはできるんだって。 B ダッシュじゃない、走るやつ、うん、わかるわかる。地下、あ、でも6月に誕生日だから、もう多分もう買ってもらったのかな。あ、ちか、よし、気合い入れるわ、集中するわ、聞いてみよう友達に。おっしゃ、え、ん、え、持ち直しでいいの、ちか、シェルタン、むずくない、持ち直し急にできまへんよ、急に今できたけどさ、こうしてこうだ、おーい、あー難しい、ちょっとわかんなくなっちゃった、急に、ふぅ、集中。これでクリアする気持ちで。チカシェルタン、つくつく帽子、つくつく帽子、つくつく帽子、あーい、ぬぅ。中間取らせてくれ。お願いします。一生のお願いです。神様、神様、お願いします。明日雨降ってもいいからお願いします。はい。チカシェルタン。今さら、今さら言ったよ。はい。ほっ、ほっ、ほっ。来た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 、で行ってみるか。地下シェルター、いいのよ、中間取ったからも怖いものなんて何もない。怖いことは地下シェルターを言い忘れること。あー、地下シェルター、そろそろもう地下シェルターは言わなくていいんじゃないかっていう風に思ってきたりもなんかして。あー、早い、地下シェルター早く言う。
ね、こう？こうか。おー、んで？タイミング。今だ。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。何、吐く？吐く？吐くっちゃ。時間シェルター。ここ無理じゃない？時間シェルター。ぺこーん。はい。やり。よし、とき。ぴょん。で、カメちゃん出てきたら、あれ？よし、あれ。おい！ここここここ！うぃ！びっくりした、びっくりした。ちょっとびっくりした。あー、できたー！チカシェルだ。はい、それでは今日は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。今日はね、ずっと撮影中に、姫ちゃんが応援しててくれたんですよ。まあ、ずっと。と寝てるけどな。最初こっち右見てたんだけど、最終的には左側向く。かわいいの。結構ひげ伸びてるの、すごくない？はい、丸まっちゃって。はい、それではまた明日。アスカでした。バイバイ。ご視聴いただきどうもありがとうございました。おすすめの動画はこちらです。